道の駅ララン藤岡は、群馬県藤岡市にある、群馬県道13号前橋長戸路線の道の駅で、ある。別名、ハイウェイオアシスララン、藤岡。上信越自動車道藤岡パーキングエリアに、併設するハイウェイオアシスでもあり、高速バスのバスターミナルを施設内に設置する。1999年8月27日登録。開設当初から数年は、 赤字経営が続いていたが、現在は、施設形態を活用した多くの市民イベントが、年間を通じて開催される施設である。このため、ララン・フジオカの利用客は年々増加していき、第3セクターとしては、極めて稀な黒字会社に転換。2009年から2015年の関東、好きな道の駅人気投票では7年連続の第1位となっている。 ミニ遊園地やモダンな建物群が特徴で地域で生産された新鮮な野菜の直売所やご当地ラーメンの藤岡ラーメンが食べられるグルメプラザがあり世代を問わず楽しめる施設が集まる施設側とパーキングエリア側で徒歩連絡されている高速道路側には空き地があり芝生が整備されている施設側にトイレやバスターミナルがありグルメプラザ外には ミニ遊園地が併設されている。観覧車は雨天、または強風時には休止になる。バスターミナルは一般道側にある。バス停の名称は高速バスは藤岡インター。一般路線バスはララン、藤岡。高速バス一般路線バス。ありがとうございます。